3月のライオン特別研究会、今週のゲストは大友監督です。よろしくお願いします。いや、これ何ですかこの研究会。よろしくお願いします。ですね、僕神木隆之介と一緒にですね、はい、映画3月のライオンの魅力を研究していこうという、はい、テーマなんですけども、今回のテーマはですね、歩き続ける神木隆之介というテーマがありまして、今日はちょっと違った多分質問をするんですけど、いいですか。はい、では早速、まあ、僕今回歩き続けるということで、歩くシーンめっちゃ撮ったじゃないですか。そうそう、まあその将棋会見に向かうシーンだったりもそうですし、うん、まあ川本家に向かうところもそうですし、うんうん、監督が一番その歩くシーン、まあ例の日常ですよね、うん、そこを撮るのになんか気をつけた点とか、毎日繰り返して彼が歩いているコースだから、うん、あの特別な絵にならないこと、ああそう、あの学校行ったり、はいはい、その将棋会館行ったりっていうことじゃないですか、はいはい、その当たり前のコースを当たり前に歩いて、当たり前に彼の意識では行ってるから、うん、はいはい、スペシャルなことは逆に言うとやらない、うん、であとちょっと例えば編集とかも、はい、歩いてフレームいなくなっちゃった後、うん、ちょっと残そうとかね、あーなるほど、空っぽの絵をこう行っちゃった後に車が2台通るみたいな、はい、映画のスペシャルな映画のリズムではなくて、はいはいはい、ルロニケンシンじゃなくて、うんうんうん、そうそう、日常を表現する映画のリズムっていうのをどうやって作ろうかなっていうことですけどね。相当ね、難しいですよね。そうそう、難しい、結構難しい、地味に難しい。俺も難しかったです。どこ見ていいか分かんなかったです。そうだよね、何も言わないしな俺たちな、相変わらず。そう、いやいや、そうなんですよね、うん、いやでも俺もちょっと改めてもう一回歩くシーンとか描くとか、うん、ちょっと見てみます。まあ、ちょっと恥ずかしながら自分のことを聞きたいんですけど、意外とこれ話してないんですよ。僕は神木隆之介は監督にとってどんな俳優に見えますかと。ああなるほどなるほど、意外とうん分かんないっていうか、面と向かっていうことじゃねえからなこれ。そうそう、でもなんかせっかくなんか質問できる機会がこうやってあるから、ちょっとそうね、聞いてみたいなと思って、あのいろんなことやらせてみたい俳優かな。おお、うん、あと年取ってから楽しみかなみたいなこととかね、あの30とか40になって神木君はどうなってるんだろうっていう、時々にはそういうことをふっとこう思わせてくれる人いるんだけど、とりわけ思うね、30、40になっていった時にどういう人になってるのかなっていうところすごく楽しみですかね、まあ俳優。あー嬉しい。本当？いや嬉しいですよ。50とかね、60、俺はその頃死んでるけど。楽しみだよね。いや嬉しいですよ。じゃあちなみに、うん、今後させたい役って、次させたい役とか。あのね、それはね、言うとね、本当3つ4つそれは思いながら思っていくんですよ、はいはいはい、1つ付き合うと、うんうん、でも言えないね。まあ言えない、あえてそんなこと本人に明かすことじゃないよね。じゃあちょっと楽しみにしてください。マジでしょ俺。え？そうそう、マジな感じするよね。いやでも俺マジになるなってことなんで、ありがたい、ありがたいけど、うん、そうなんですよ、うん、まあでも、あ、ちょっと今週お時間が来てしまいました。はい、わかりました、すいません。はいはい、いやもっと聞きたかったんですけど。いやいや、とんでもないです。今回は本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。3月のライオン前編は公開中でございます。で、3月のライオン後編は4月22日より公開なので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。どういうこれ、なんかって埋まらない。若き天才プロ棋士桐山麗、戦うことでしか生きられなかった。ご飯一緒に食べていきませんか。はい、で得意だもんね、家族をめちゃめちゃに壊すのが。舐めてんじゃねえぞ。すべて将棋に奪われた。勝つことだけを考えろ。後悔なんてしない。僕がついてる。最後まで諦めるな。大逆転だ。3月のライオン。